株式会社少年画報社は、主に漫画を出版している日本の出版社。本社は、千代田区神田岬崎町。小学館に勤務していた今井県により、1945年10月に命名者として設立。自動車教習所や英会話書を発行していた。設立直後に刊行した黄金バットの30万部ヒットにより、1948年に、 冒険活劇文庫創刊、1950年に少年画報と解体。1956年に社名を少年画報社に改称少年画報は赤道、鈴之助、幻探偵、赤ん坊帝国、マグマ大使、怪物くんなどの漫画作品を掲載。竜のコプロダクションの創設者として知られ。 少年忍者舞台月光他を執筆した吉田達夫などを輩出した。1958年の絶頂期には80万部を発行、実売99.8%を売ることがあったが、1971年に休刊した。1963年に漫画週刊誌、少年キング創刊。部数としては、絶頂期で80万部程度とご支柱の一角では、 最低ではあるものの、コアな読者層を維持していた。サイボーグ009、ワイルド7、漫画道、スクランブルエッグ、サイクル野郎などを連載。銀河鉄道39などの大ヒットや、ペリカンロードで知られる、いガラシ孝一などの新人の発掘が行われたが、発行部数の低迷を続け、その後1982年に休館となる。同年、各週間で、新しい少年誌 少年キングを再創刊。同志出身の吉田里氏による湘南爆走族などのヒットを得たものの、それ以外の作品が振るわず1988年に再度休刊した。1989年に月刊少年コミックが新創刊されたものの、1年を持たずして翌1990年に休刊となった。以後、現在に至るまで少年雑誌は発行していない。 1967年に創刊したヤングコミックは、休刊、新創刊、路線変更、指名変更などを繰り返して何度ものリニューアルを経ているが、少年画報社の代表紙の一つとして長く続いている。単行本などを扱う漫画レーベルとしては、1970年代の少年キング時代から続くヒットコミックスがあったが、1990年代以降は、 主力雑誌に合わせて、ヤングキングコミックスレーベルを中心として、刊行されている。早々期以来、漫画の刊行を中心としているが、1980年代には、自動車雑誌のロードスターやグラビア雑誌のベストカメラなども刊行されていた。大資本によらない死にせながら、青年向けの漫画雑誌とコミックス中心の中堅出版社として、現在も存続している。 1970年代以前に創刊された、雑誌1980年代に創刊された、雑誌1990年代に創刊された、雑誌2000年代以降に創刊された、雑誌以下のレーベルには、厳密には、単行本に相当しない、文庫版や廉価版のレーベルなども含まれる。ありがとうございます。